持ち歩いて夜寝るときにここ、このクッキーがねここにいたりするの、わかる？ちょっと見て見て、ほら飛行機が乗ってるのがあんなところ、そこに乗せるの気づかないよね、それはすごい。え、セーラーの思うがまま、僕は毎日がない、ゆうこは、あのフェーラーに電話をして働く場所かないか聞いたんです。そしたら、あの普通にさ、部屋に驚いてんの私は。まだまだちょっとこれほら、ロビーだよこれ、これ家レベルじゃないよこれ。やっぴー、平野ノラです。さあ、今日はなんと穴井優子さんのお宅に伺うことになってます。そしてなぜ穴井優子さんかというと、実はフェイラーですね、皆さん知ってます？私も最近知ったんですけど、フェイラーというタオルハンカチの、まあ、コレクターというかね、大好きお姉さんでご披露いただこうと思って来てます。それでは早速行ってきます。いらっしゃいませ。はじめまして。嬉しい、本当に来てくれるとは。ゆうこさんですよ。いや、こっちですよ、本物なんですよ。もう見せびらかしよ。ちょっともうツッコミのこれが、ちょっと待って、嘘、スリッパフェイラー、おそろいじゃん、おそろいじゃん。スタンダードというかね、ハンカチのフェイラーですよね、はい、こういう風になってくる。うわ、色違いで、すごいすごい、素敵、バブリーだわー。あ、確かに完全にバブリーな時に建ったマンションだと思います。旦那さんはプロゴルファーですから、そりゃ土地とボール転がしてオールインワンでございますよね。うわっ、ちょっとな、ここから、ここからでしょうか。嘘、ちょっと、あら、ここからですよ、ここから、主人のゴルフのハンカチ、はい、で、頑張れで応援ですね。ストーリーじゃなくて、まさかのいきなりこんな始めちゃっていいんですか。いいです、演出するね、すごい、それで、はい、で、応援といえばスポーツですよね。スポーツですよ。で、オリンピックのフェーラー、うわっ、オリンピック作ったというよりはその時期に発売になったから私たちはそう呼んでますね。バレエ、プロレス、相撲、バレエ。ちょっとこのフェイラーの数も驚きなんですけど、ゆうこさんのこのストーリー下での流れるような紹介。さっき 5秒前に初めましてって初対面で会ったら信じられない。私ですね、はい、フェイラーに電話をして働く場所かないか聞いたんです。そしたら月日で毎日だって言われて、うん、しかもパソコンとか何もできませんって言ったら断られたんです。フェイラー会社はどちらですか。え、会社、あ、日本の、あ、いやいや、世界にあります。ドイツ、世界、あ、パリ、いろいろあるんですよ。だからこれとかはちょっと最近見えなくなってきましたけど、ジャーマニーですね、これドイツ、ドイツ、うん、ノラさん、はい、素顔かわいいね。あの、私、はいはい、なんかの雑誌で、普通の素のノラさんを見て、はい、かわいいと思って、なんか全然違う、今風むしろ、ね、そうなんです、あそこ伸ばそうとしてる、終わり、あ、終わり、はい、終わりです、以上、早い閉店からが、おったまげ、これ好きとかたまに聞かせてください。わかりました。今んとこない。今んとこ興味なし。今んとこ姉さんに興味がすごいですから今。わっ、ほらちょっとバブリーなんですよ。ほら、あ、そう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 、発売したばかりのフェイバリットシリーズで、はい、夏、買った後に飾ってから使うんですね、はい、ここは割と新しめの、はいはい、まだ使ったことがないお気に入りの、はい、そういった意味で言えば、いや、まあ、10代よね、やっぱりあの頃はね、バブリーいちいちバブってるわけ。じゃあね、おいちゃん今言ったフェイバリットのこれが春、はい、春、へえ、これ何？あ、これね、娘がね、怒ってね、肩をキックしたらね、本当に軽くなのにこんなになっちゃって、うちの実家はお風呂のドアそうなってますね。フランフラン、よくこれ完璧すぎない？これ完璧、これで1本取れるよね、これ、ね、いやいや、そこまでいやいや、素敵よね、隠し方がで、これが元娘の部屋で、あら、あ、このシリーズ知ってる、かわいいですね。パウリ、パウリ、9個あるんです。私ね、1個なくなっても気づくからね。この赤かわいいですよね。かわいいよね。あ、それ、これは、かわいい。かわいいと思ったものをあげるから、はい。え、ちょっと、でもね、1、2回使用済み。はい、え、でも、ゆうこさんでも、シワ汚れありません。ゆうこさんの子ないじゃないですか、これだと。あの、そしたらまた赤を足すから大丈夫。
ういうことですか、これすごいね。めっちゃ気に入ったらね、はい、言ってマグロ御殿をちょっと見たいけど、うわ冬、冬冬、そっか、夏が来て、春が来て、まあ、フェーラーにはいろいろあって、はい、出た、このクッキーがね、ここにいたりするの、わかる？ちょっと見て見て、ほらこのクッキーがここにいたり、こういうね、隠しコラボしてるわけ。もうそうこうしてたら、うん、1ヶ月後にフチのピンクが発売になる。欲しい。で、わかります？伊藤くん、これフチが違うの。伊藤くん、いや、わかんないっす、僕フチ違うのよ、ほら色、フチの色がよく見て違うの。並べてみたらちょっと持ってる時の気分も全然違う。フチは大体何パターンぐらい出るんですか？2とかね、たまに4とか5とか。もう人気が出てくるともうどんどん心にね、もう入ってきちゃって、テーラーの思うがまま。クリスマスだけで5枚ぐらい出してくるから、うん、ちょっと選ばないと。だから私これでも全買いしてないです。これ欲しいのなかった？大丈夫、いいんだよ、いいんだよ、いいんです、来てくれたからいい、大丈夫です。あれもこれも欲しがらない、断捨離だからね。ぶっ飛び。この質感にあの質感でこう、なかなかやっぱりバブリーグテってすごいよね。そうですね。ちょっと普通にさ、部屋に驚いてんの私は。まだまだまだ。ちょっともうどうしようと、忙しいよ、もうフェイが。ああいいなぁ、憧れの。ああ、癖、癖ね、こう。私はちょっと。これ素敵よね、このキッチンのこの下のこうね。フェイラーじゃなくてそっちなんですか？動線、動線いいよね。これリボンパーティー。リボン、あ、出た、リボンパーティー。これ、あのね、ハンカチポーチって言ってね、ここにね、ホカロンがぴったり入るんですよ。そうしてこうやって一日中持ち歩いて夜寝るときにここ。これが嬉しくて。最後、ゆうこさんのほっぺたにたどり着けるんだ。さ、夜ね。かわいい。で、食べ物こちら。出た、出た。いいですよね、食べ物。ラーメンは買えなかったよ。で、ラーメン行くときに膝にこれを乗せて、ね、で、別に口汚れてないけど拭いてみて、うん、口汚れてないなんか使いたいじゃないですか、使いたい。これも結構ね、福袋に入ったちょっと幻のドーナツ。このシャンパンのも、ここに飛行機が乗ってるのが穴とコラボ。そこに乗せるの？気づかないよね、気づかないよね。そこに乗せるの？そこに乗せて穴とのコラボ。はっ！で、動物。動物？これ同じじゃないですか？猫ちゃんとワンちゃん。あ、そうだ、猫ちゃんとワンちゃん、ワンちゃん派なんだけど、やっぱりセットじゃないとね、セットじゃないとダメなんだ。これも貴重、これはもうメルカリで7,000円で買っちゃった。7,000円、これ一番なんでこれ貴重なんですか？もうなくて、数が少ないんですか？そう、もうその時に一気に売れて人気で二度と出さない。で、こっちが波乗りガール。うわ、これもいい、あ、これかわいい。売ってなくて1個ずつ揃えた、これと同じ。同じグッズ全部揃えたい気持ちにはなりますね。なりますよね。まだ行ってもいいですか？このバブリーライフが、あ、バブリーライフ。こっち見てた。バブリーライフが会話見えるよね、本当に。一流選手ですよ、本当に。優勝はね、2回しかしてないんですよ。いやこれよりは大きいか、娘さん。あ、そうですね。これはまだ8ヶ月とか。あ、そうですね、ちょっと。でもちょい喋り出してたまらないし。本当にアルバイトって言って、アルバイト。うん、ではもうさらに行きますか。まあ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 、あ、これバブリーに一瞬で見えちゃったんだけど、あの IKEA で、いやいや、1万円とかです。絵の大きさよ、これ。そうか、すごいよね。で、これほら、ロビーだよ、これ。これ、地区会館とかのあるさ、ツアー。家レベルじゃないよ、これ。で、こちらがハイジシリーズ。これは昔からあるよね。ハイジね、ハイジですね、うん、まあ、飛行機が入ると穴になるんですけどね。空港でしか買えないとかあるんですか？そうです、飛行機乗らないととか、あとあそこ通らないととか、中でしかとか。でね、フェーラーがね、その1枚ごとに目の出方とかが違うんですよ。たまたまのスヌーピーとかも並んで入ったはいいが、一生懸命こう目とかが可愛いかとか。なるほど。その出方でね、ハイジがね、昔からある。だからお子さん生まれた時はピンクのこれもらったりとか、はい、前掛けになってたりとか、哺乳瓶入れとか、で、あ、だからこれ息子が生まれた時、娘が生まれた時にプロゴルファーのジェットさんからもらって、すごい、出た、ジェットさんから。ジェットさんじゃない、ナオミツさん、ナオミツさん、あ、ミクちゃん、ナオミツさん、ナオミツさんからいただいて、あ、セレブはこういうのを送るんだと思って、はい、フェーラーなんか知らなかったから、よし、赤ちゃんにこういうのを使っていこうと思って。いや、すごい、それが一番初めのフェーラー知ったきっかけですか？そうですね、やっぱほら、バブリーの人から大体知るから、フェーラーって。なんだろう、私も君島十和子さんに、
初めてフェイラーを聞いて、その時はガッていかなかったんですけど、やっぱりセリなんかワブリーな方は持ってますよね。え、今のところいるのないですか、本当に欲しいのあったら。今のところ、はい、もう とにかくこれこれでいいとか。そう、いや、それはちょっとそれはちょっと5枚あげる。食べ放題じゃないんだから。5枚あげる。今のところノルマなんですか、これ5枚は。じゃあノルマさん5枚選びましょう。5枚選びましょう、あげるからね。本当にうわ、あげて。何このディスプレイ、ちょっと貴重だ。31はこれ抽選で当たって買いました。わあ、31よかったねと思いながら見てますもん。よかったねって言われて。この3つが三越限定スヌーピーだから、三越カードを持ってる方に頼んで、はい、買いました。これちょっと気になったんですけど、シールついてるのはまだ未使用のやつ。まだ、はい、あの額に入れてからじゃないと使わないん で、額待機めちゃくちゃあるんですね。だから、いや、ここだけじゃない、もっとあるんですよ、風呂敷にいっぱい。落ち着いてない。だから、本当に一個一個ストーリーがあるんだよ。え、それ、え、これ全部混ぜたらスムージーになる。それ、だってゆうこさんが作った。違う違う、フェイラー側からの。ほんと？ヨガがある。すげえ。ほんとに？でも一つで、それはすごい。え、一個一個あるんだって、もう言ってったらもう流れすごいよ。で、色違いになったら、色違いで名前が違うの。あれですよ、ここに来てこれも買ったりするからすごいよね。これのここにこのこの縁とのこのこれいや、探す。これあ、使いようがなくて、な欲しくて。これ財布なのかちょっと。これでも私、お、いる？ここティッシュ。あ、お、いるんじゃん。あ、これいる。あげる。よし、これ。これ欲しいかも。あ、よかったよかった。なんか収録の時とかティッシュも使いたいし、口紅とか入れて。いいですか。あ、じゃあ2個目。嬉しい。わ、嬉しい嬉しい。よかった。もともとこれも人気で、初代が緑に白の縁が人気で、これが値が上がってたんですよ。そしたら茶色にピンクとか出してきちゃったから。それをね、今説明している、うん、バターの練習するこれ。バターね、バター練習しない、置くだけで。嫁がね、これ説明してる絵が本当面白いですよ。そうですか、はい、斬新ですよね。斬新ですよ、もう全然聞いてないね。もう次行ってますから。もうこれ使わないんですね。迷ってますよね。あ、どうしようか、使おうか。シャンプーリンスだとすぐなくなるし、確かにちっちゃいな、うん、いるなら。え、今何したの。運んでみた。運んでみたけど違った、うん、ちょっと違うね。さっき可愛いって言ってたやつ、これ早い早いんですよ。仲良い早い。せっかちだからね。あの、メルカリでも1万円超えです。使用済みが。使用済みが低いことやってくるのが、名古屋バージョン。私が買った。はい。一目惚れした、フェイラータオル、こちらです。ほらー !3 年前ぐらいですね。3年でこん、そうでしょ。だからどうすんのこれから。どうやって生きていくの。